皆さんこんにちは。さよならは涙にでおなじみの徳永ゆうきさん。スビート離婚の真相、深夜で家出や別居生活の実態、父親の信仰する宗教、やばい年収額といった様々な謎について紹介します。まずは徳永ゆうきの経歴とプロフィールから紹介します。徳永ゆうきは大阪府大阪市出身の演歌歌手、俳優。身長163センチ、血液型 A 型、所属事務所は伊藤カンパニー。2013年よりユニバーサルミュージック合同会社に所属。歌手業の傍ら俳優としても活動。趣味は鉄道写真、特技は柔道。高速かつ連続指パッチンで曲を奏で歌うことができる。同南伊佐利美鉄道特別応援隊員、奄美観光大使、瀬戸内町観光大使、芸備線庄原市応援大使。祖父や両親は鹿児島県の奄美群島出身、大島郡瀬戸内町の加計呂麻島にルーツを持つ。両親が演歌好きであったため幼い頃から演歌に親しみ、小学生の頃から演歌を歌うようになった。また小学生の頃には祖父と一緒に大相撲を見ていたことから、同級生からおっさんと呼ばれていた。大阪にあるカラオケ喫茶ののど自慢大会に出場。また中学生の頃には両親に連れられていった関西の奄美関連豪遊会でも歌を披露し、同郷者の間では有名となった。 NHK のど自慢にも合格。2012年には NHK のど自慢チャンピオン大会2012でグランドチャンピオンとなる。この時当時の所属レコード会社にスカウトされ、2013年11月13日のデビューに至る。デビューに際して本名のユキをひらがな表記にした。2014年7月、フランスのパリで行われたジャパンエキスポ2014に出演。演歌歌手としては初めて参加で、独特の歌い方と先行配信のドドパダンスがフランスのテレビ局から取材を受ける。デビューシングル「さよならは涙に」は石垣島出身で BEGIN の日替え賞。2つ目シングル「平成ドドンパ音頭」は島歌を手掛けた宮沢和文。3つ目シングル「夢探しに行こう」は石垣島出身の宮城守。というように沖縄に縁のある人物が作曲した歌謡曲が続いたが、奄美島歌や新民謡などルーツである奄美群島に縁の曲は歌っておらず、奄美観光大使就任にあたり、いつか奄美が舞台の歌を「大島紬」を着て歌いたいと語った。シングル4作目にして本格的な演歌である函館慕情を歌うに至った。デビュー時のキャッチコピーは日本の孫、鉄道が好きで趣味は撮り鉄、常に一眼レフカメラを持ち歩き、仕事の合間などわずかな時間も電車の撮影に勤しむ。阪神電鉄や小田急電鉄の車掌の口調や発車音のモノマネなども披露している。2023年、長年の目標であった一日駅長車掌を務めた。徳永ゆうきのオリジナルキャラクター、徳永ゆうきの風貌がカピバラに似ているためカピバラをモチーフにしている。カピアンは大阪生まれの幼稚園児、関西弁。身長80センチ、体重40キロ。大阪でのイベントのみ動くカピアンを見ることができる。公式ツイッターも存在。2020年からバラエティ番組千鳥の鬼レンチャンに高い頻度で出演しているが、初回の初登場の際に歌う前に目が湿って、1曲目の序盤で失敗し、徳永るというワードを生み出したこと、また毎回好成績を残せていないことから、出演の際には例外なく番組 MC の千鳥やかまいたちにいじられるようになっている。番組ではミスタレーレンチャンと呼ばれる。2023年1月8日放送回、徳永が8回目の出演で当時自身最高記録の4連チャンを超えなければ出演クビという逆境を乗り越え、9連チャンを達成している。いじられ方は多岐にわたり、撮影前に評価のガリガリ君を食べしたが青くなったことからブルータンと呼ばれる、背後のセットに置いてあるお面のように顔が白く見えたことでホワイトフェイスと呼ばれる、チームに徳永を抱えて勝つことが難しいことから石リュックと呼ばれる、顔が好調した際には耳が間接照明くらい赤いと言われる。成績が不甲斐ないことで演歌歌手を連想する着物ではなく、ジャック・スパローの仮装や水平コスプレ、上下ジャージ姿などに指定されるといった例がある。また関西弁で話すことや性質、
会話のやり取りからナダルに似ているとも言われており、千鳥からは演歌ナダルと言われている。2023年のバラエティ番組 FNS 27時間テレビでは演歌歌手の流星とタッグを組んで挑んだ2024年3月10日放送回では、放送の前日に入籍したことを報告した徳永ゆうきさんは、2024年現在付き合っている女性はいません、2024年で29歳でが、これまでに彼女ができたことはないとのこと。18歳から演歌歌手として活躍している徳永ゆうきさん、デビュー以後コンスタントに作品を発表しており、イベントや舞台にも頻繁に出演しています。歌手活動だけで生活できるだけの収入を得ていると思われるので、バイトなどはしていないでしょう。歌手活動だけでは女性と出会う機会は少ないと思われます。また演歌ファンは中高年層が多く、若い人と出会う機会がなかった可能性も考えられますね。鉄道オタクでもあるという徳永ゆうきさん、常に一眼レフのカメラを持ち歩き、仕事の合間に鉄道の写真を撮りに行くほど熱中しているようです。また幼少期から演歌や大相撲が好きだったとも語っていました。演歌や大相撲、そして鉄道などを趣味としている女性はあまり多くありません。徳永ゆうきさんに彼女ができなかったのは自身の趣向が影響している可能性もあります。2024年現在、デビューしてまだ11年しか経っていない徳永ゆうきさん、現時点で十分に高い表現力を持っている歌手ですが、大御所が活躍する演歌界ではまだまだ若手です。テレビなどではたびたび彼女が欲しいと言っていますが、本心では恋愛よりも本業を優先したいと思っているのかもしれません。徳永ゆうきさんは2024年現在まだ結婚していません。年齢イコール彼女がいない歴と公言しているので、これまでに結婚したこともないでしょう。合コンやカップリング企画のテレビ番組に幾度か出演している徳永ゆうきさん、恋人が欲しいと思っているのはほぼ間違いないでしょう。しかし結婚願望については多くを語っていません。2014年のトークイベントでは、結婚よりも成人式を迎えたいと語っていました。と言ってもまだ未成年の頃の発言。2024年現在は考え方が変わっている可能性もあります。この発言から推測する限り、徳永ゆうきさんは物事を順番に処理したいタイプではないかと思われます。よってまずは彼女を作るのが先で、結婚についてはまだ考えていない可能性が高いです。徳永ゆうきさんは一時期丘みどりさんと付き合っているのではないかと噂されました。同じ若手演歌歌手同士で、千鳥の鬼レンチャンなどの番組で共演することも多かった2人、映像越しの2人が良い雰囲気に見えた視聴者は多かったようです。しかし丘みどりさんは2021年に一般人男性との結婚と妊娠を発表。この報道により2人が付き合っているという噂は消えました。丘みどりさんの結婚報道以前から2人ともお互いについて言及している様子はありませんでした。仕事仲間として認知し合ってはいたものの、異性として意識していなかったのでしょう。2024年、結婚4年目となる丘みどりさんは仕事も順調で非常に幸せそうです。徳永ゆうきさんも負けずに、早く素敵なパートナーを見つけてほしいですね。徳永ゆうきさんは2024年現在独身です。彼女ができたこともないと公言していますので、しばらく独身状態は続くでしょう。年齢と彼女がいない歴が一致するとなると、モテない男性なのではと想像してしまいますよね。しかし全くモテないというわけではないようです。 SNS では徳永ゆうきさんがタイプという女性がたくさん見受けられました。また徳永さんの年収は1000万円から3000万円ほどあるのではないかと予想されています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。